フェンダー・ムスタングは1964年に発売開始されたフェンダー社のエレクトリックギター。英語としての発音はマスタングがより近いが、監修的にムスタングと呼称される。1982年にアメリカでの生産は終了したが、1986年からフェンダージャパンが生産を開始、現在も販売されている。最近では、 アメリカでもクラシックシリーズ65ムスタイグと称して日本より輸入して発売されている。1964年フェンダーのスチューデントモデルとして登場した。兄弟機種であるミュージックマスターやディオソニックなどと同じくショートスケールであるが他のスチューデントモデルには装備されていないトレモロユニットダイナミックビブラートが搭載されている。 軽い力でアームの操作が可能。また、スイッチの切り替えによってアウトオブフェーズサウンドを出せるのも特徴。発売された当初は22.5インチスケールに21フレットのものと24インチスケールに22フレットのものとの2つの仕様で塗装はラッカーフィニッシュであった。十四インチスケールのネックには細めの A ネックと通常サイズの B ネックの二種類が ある。CBS によるフェンダー買収3年後の1968年にはボディにレーシングストライプのを描かれたコンペティションムスタングが発表され1974年まで発売された。ボディー材にはアルダーが使われていた。1974年から1982年にかけてはアッシュ材を使用。指板はメープルとローズウッドを選べるようになっていた。 1986年からフェンダージャパンよりリーシュームスタングが発売。バスウッド材の MG-69、MG-73、CO、ポプラ材の MG-65、そしてアッシュ材の MG-77 がある。ベースバージョンのムスタングベースやミュージックマスターにムスタングのダイナミックビブラートをつけたようなギター、ブロンコ。 カート・コバーンがムスタングとジャガーを元にデザインしたギター、ジャグスタング、ボディ圧を増し、ダイナミックビブラートの代わりに、シンクロナイズドトレモロユニットを搭載した、ミディアムスケールのサイクロンやサイクロン2など、派生機種が数多く存在する。弾けるような高音域と、その小ぶりなボディから想像もできない、暴れ回るようなサウンドを発生させることから、多くのミュージシャンに愛用されてきた。 60年代には主にサーフミュージックにおいて愛用され、90年代以降はジャガーやジャズマスターなどと共にグランジやシューゲーザーなどのウルタナキブロックにおいてカルト的人気を博した。ムスタングは他のフェンダー製ギターに比べて仕様が独特なためサウンドも個性的である。主な特徴としては1、ショートスケールであるために サステインが短いに搭載されているシングルコイルの低音はややチープである3アームは使うたびにチューニングが狂うなどであるこれらは難点とも言えるが一方で長所や個性として捉えると1については歯切れの良いサウンド2については低音が薄いために音の抜けは良い3については軽く触れるだけでアーミングが可能と考えることもできる ピックアップはスイッチングの使い分けにより、二つそれぞれのシングルコイルとは別に、二つを直列にした厚みのある音、フェーズアウトした鼻をつまんだような音と四つのサウンドバリエーションがある。ありがとうございます。